サルスズ9、サルスズ9、1875年5月3日から1950年10月10日は、日本統治時代の朝鮮の独立運動家、メソジスト牧師、画名はインカナ、中西北道清州軍マインメン,キンカンザトで出生した。受教科で育ち、幼い時は漢学を学んだが、1907年に、プロテスタントに入門して管理教進学大学校の、 前身である教成人学校に入学した。軽軌道と寒温度などで伝道師として働き、1917年に牧師安史を受けた。1919年に3.1運動が起きるときは、軽乗負で巻きえ中であった。暮れ返えの勧誘を受けて、民族代表33人の一人として参加し、逮捕されて、懲役刑を宣告されて服役した。以後彼は、 まき会活動をし、キリスト教社会団体活動に参加する一方、総督不当局の神社参拝礼を拒否した。3.1運動以後にも日本が要求する神社参拝と戦勝祈願礼拝を毎度拒否したことで、よく知られる。管理教団が、教団次元で神社参拝教養に応じる決意をした時には、多くの牧師と共に反対し、太平洋戦争時期に、 大々的に、応答は戦争戦勝祈願礼拝が開かれる時も参加しなかった。このような歩みは、同じ中北出身のメソジスト教会牧師で、民族代表33人の低春樹の新日行為と対比される。1940年に、朝鮮総督府から創始解明令が交付されたが、創始を拒否し、当局のよう視察人物になった。降伏当時には、 平安南道流岡軍の協会で牧師を務めていたが北朝鮮人民委員会設立に反対して反共主義運動をした。これにより1946年と1947年に一回ずつ投獄され韓国に越南せよとの周辺の韓国に幼い羊たちを見捨てて南下することができないと断った。1949年4月に 再び組織事件で逮捕された。この時は、もう75歳の高齢であり、懲役10年刑を宣告されて、平壌刑務所週刊中朝鮮戦争が勃発すると、銃殺された。1963年に、建国勲章大統領賞が追贈された。中北新州市31公園に銅像が設置されているし、管理教団で評伝、サルスズ級研究を発行した。 キリー、ありがとうございます。